やばくね？初めてなんだけど。確率いくつ？ 4 種類あるんだっけ？ 4 の4乗の分の 1？ お土産しやすいからこのマップでも。スケルトと一緒に考えちゃうとね、ないから。はい、ポン。ナイス。ナイボー。ナイス。ナイボー。ボンもボタン押しのキレがいいね、先端。ナイス。で、で。今日、早いな、夏目先生。よし、手ボタン。そんな早くスキップ。手ボタン2回目なんで、ちょっとよろしくお願いします。お、この後、この後ね、よろしくお願いします。分担しましょう。まあ、夏目はね、まあ、スキップを押して、え？ん？え、なんだ、殺す必要はないぞ。と、トータさん、俺にも一票入ってるやん。バレたか。あいつだぞ。青、じゃあ青、青オレンジな何か。先になんかちゃんと見た方がいいかもな。誰湧いてるか。違った最後何なのあれ一体めっちゃ上下してたけどゴッドボタンじゃんこれずっとはしご上り下りをめっちゃいいボタン俺をカナリアにしてはしごでキルされないようにドサキルされないように上り下りしてねこんなに人いたんだったらドサキルされねやろいやナイスボタン怖かったなめっちゃいいボタンでも4人だからフランさんこれ来るじゃないあれ停電中っていう。だからトサキル。ああ、寺田さんに入れました。ああ、そういうことか。インポスターだよ。確かに。いや、でも、はしご登り降りしてるんだからさ。はしご登り降りしてたらそこにいる人はわかるじゃんか。寺田さんじゃないのか。寺田さん俺は貨物室の方に。寺田さん、インポスターだ絶対。寺田さん、そもそもタオル入れてたでしょ。タオル入れて、そうだよ。ああ、あわ。何かなしどろもどろ。これ視点付けしたなこれ。あ、いやーもう金庫なんかね僕のライバルじゃないっすよこんなの。やばくね？初めてなんだけど確率いくつ？4種類あるんだっけ？4の4乗の分の1？テラゾー刺しんだテラゾーさん全然違かったテラゾーさんって今会いましたね聞いてください宿舎前とか昇降機入った扉の奥だと思う、うん、宿舎場所は宿舎ので今階段登ってる音したよね宿舎の方ですかあじゃあ昇降機の扉左側の左側宿舎から昇降機に行くところの扉が開いていてそこに死体があって寺蔵さんを生きてる寺蔵さんをエンジンルームの上のタスクやってるところに逃げると、はい、うん
そうで、寺戸さんは多分僕ほぼほぼ超後ろ、場所は宿舎前通路やってる、じゃあ昇降機、昇降機、昇降機の階段下ぐらいのとこってことですね、左側、昇降機のはしご下、うん、てか今はしご登った人が犯人だと思う、うん、はしご登ってたよ、今落としたよね、聞こえてたよね、カンカンカンって音、うん、あれが犯人だと思うんです、うん、はしごを否定できる人たちを上げていけばいいと思います、はい、なんだよな、最後一瞬でしかアドミン見てねえから、最後なんか周りにずらっと散らばってましたよ、最後エンジンからメインの方に来たのって砂ザメさん？何人かメインの方、何人かいたっけ確か。だから俺武器庫の方入っていくときにたくさんあった。直近の話だけでしょ。あの確実に覚えてるあの人で、でかつ確実に出せる人、なんか夏目先生のすれ違った人誰ですか？うん？いないんだったサントさん。え、それって直近の話なんですか？直近直近。あ、もう最後です。直近直近、最後の方ですよね。あ、いいですか？あ、どうぞ、先どうぞ。自分、ベントのところでゴミ箱やって、で、出てくるときにエンジンからメインに誰かチラッと影が見えて、それでボタンなんですよ。あ、多分砂ダメですね、それ。はい。一応、後で最終位置だけ教えてもらっていいですか？砂ダメさん。アーカイブです。はい、ここはエンジン。今、アルマさん、エンジンから出ないの？武器とコミュニケーションの後ですね。はい、アルマさん、僕後ろ出せますか？先端さん？あ、見てなかった。シャワーいましたね。シャワーか、アーカイブ。ああ、アーカイブ側からシャワーには来てましたね。無理ですよね。10秒くらい前から、多分。でも、たどり着けないですよね。は。階段の音は確かにしてた。最後左のドア開けようとしたんだっけ、あーよかった、伝えたかった、ナイス、伝えたかったんですよ、先端さん白いってことを。なんか最後ちょっとごちゃごちゃってなっちゃったんですけど、よく考えたら夏目先生がそのゴミ箱のとこにいたんだったら先端さん絶対無理です。あ、そうそうですね、それも言いたくて、その弁当があるからちょっとって言おうと思ったんですけど、よく考えたら夏目先生そこから出てるって最後言ってたから、先端さん絶対無理です。そこのタスクから出た、どこのゴミ箱だっけ、メインホールの左から2つ目上のやつ。それ先端が出るとしたらそこからしか飛べないから絶対に無理、うん、あのあとアーカイブ左のドア閉まってるんで無理です、さらに。はい、先端視点で中のあるもの白出せますか？はい、出せます。 OK です。そうなると、はい、トータスさんの情報と神宮寺さん、神宮寺展望デッキです。神宮寺最終エンジンコミュニケーション先ほど聞こくらいです。ゆっくりゆっくり、エンジンの左上のタスクを寺蔵さんとやった後にコミュニケーション、はい、コミュニケーション通路入ってからの武器庫のあのパチンを、コミュニケーション側ともうギリギリのところでやってたんで、1映るか映んないからと思います。寺蔵さんとやってないっすね、出たんですか、寺蔵さんと停電時に、神宮寺、プテハシさん、寺蔵さんがエンジンの左上にいたんですよ。もう一回言ってください。エンジンの左上の配線タスクのところに、はい、神宮寺と寺蔵さんとプテハシさんがいました。で、その後僕は、はい、武器庫の近辺にいたので、寺蔵さんとプテハシさんのその後の動向を見てないんです。うん、っていう状態です。ああ、了解です、了解です。プテハシさん目線に出てくるか、プテハシのその後の動向は、僕は神宮寺さんがどっちに行ったか分からない、左の方行ったじゃないかなって思ってるから、はい、違うと思う。あの、少なくとも寺蔵さんのキロに関しては神宮寺さんじゃないと思ってます。はい、砂染さんは最後の最終位置が多分メインホールかエンジンルームのどっちが最終ポジションか、ちょっとごめんなさい、うろ覚えですが、多分なんかそろそろ妨害該当者です、ですです、です、はい、他にいないのであれば砂染さんだと思います。うん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 、展望デッキ、ああ展望デッキか、はい、一応最終位置言うと展望1、エレクトリカルが確か1、シャワー1、アーカイブ1、リフトが1、昇降機宿舎前通路1です。確かそんなだった気がする。登った人は、うん、登った人は反応してない、まだ一瞬だったから。ああなるほどなるほど、足場の音は確実に聞こえたと思います。
ベクトリカルが。あ、該当者がいないかしたい。でまあ、釣りまで入れないみたいな流れになりそうではあるね。白ツメスナザメも一応あるのかな。おう、せっかった。アルトさんが死んでました。貨物です。最終貨物に3人おった僕と夏目先生とアルトさんなんで、僕目線は夏目先生がだいぶ濃いっす。よかった。オッケーです。オッケーです。よかったです。じゃあ、実施点ほぼ到達さんだと思ってて、自分、貨物の配線をやった後に、ラウンジアンカイブシャワー室まで移動してます。で、アルトさんとトータスさんを終えていたんですけど、トータスさんは分かんなかった。その話、その話、そこ2人殴り合いだから、その話いいや。ジングジさんと砂爪さんの位置を教えてほしいです。ジングジ、ミーティングボタン、ボタン前待機です。砂爪さん。アーカイブシャワー室、メインホール、エンジンルームで、最終がエンジンルームです。まあ、砂爪さんからついていいんじゃないですか。はしごの音って聞こえてました、ジングジさん。あ、一応僕とプテスさんは最終合流できていて。あ、1個しか鳴ってないと思います。キッチン？武器庫です、僕。で感性でプレアさんが走ってきてたんで、本当に、はい、で僕その前キッチンにいたんで、そこに絶対いなかったんで、アルトさんじゃなくて先端さんか、であれば先端さんの最終目撃とかで多分神宮寺砂ザメに絞ればいいかなってことですよね。先端さんアーカイブにいなかったっけ、最初の時メインシャワーアーカイブって流れ、シャワーで見た気がする。どこかでいたと思いますね。だよね、ロキングさんも見てたよね。はい。アリュマイト、乾杯。アーカイブで人間さんとすれ違ったのはちょっと覚えてます。いや、めっちゃ先ほどさ、で夏目先生と自己主張強い人しかいない。すれ違っていて、センターさんとかは、うん、アーカイブシャワーあたりで多分残してるはずなんですよね。議論ごちゃごちゃ。だからメインに行ってる感じ。喋らせてくださいけど。僕はそのまま抜けてミーティングにかなり早い段階、コミサブなる前にもう上がっていて、ボタンを押そうと思ったタイミングでコミサブなったんで、そこから降りてないので。ってことは先端さんキルは砂溜めしてるのと多分神宮寺さんですよね。そのプテハシアルマがお互い白角であれば、それミーティングの音とあと神宮寺さんがアーカイブ抜けていってるの自分が確認しているので、ミーティングの柱の音は2人分バラバラです。砂溜めさんに入れる、砂溜めさんに入れる、砂溜めさんに入れました。はい、まあなんかさっき議論的にね、夏目先生結構砂溜めさんを釣りたがってた感じしたから、これで落ちたんだったら結構いいよね、印象はね。ちょっと他の可能性を疑ってほしいなっていう感じですね。橋が2人分バラバラでした。先生が砂溜めさんを釣りたがってたことになってる、ね、なんかそこはあれだけど、そうなのよ。なんで？まあでも一旦いい推理、一番山は越えたから、うん、よしよしよし、今日はなんかごちゃついてますね、議論が。言いたいことがみんなありますもんね。喋りたいマンが多い。ごめんなさい、ちょっと僕プテアスさんと意見違って、夏目先生はむしろ砂爪さんとラインがあったように見えたんですけど、釣りたがってはない、今の議論はめちゃくちゃ釣りたかった。多分トータス夏目の議論するよりは自分先端をチャワルームで見た気がしてたから、ジングリさんと視点を合わせて中野アルマのアドミン情報プラス中野アルマの推理で砂爪さんだと思ってたから、そっちの方が釣りやすいかなと思って言ったけど、まあさっきのキルを考えたらメインホールにいて誰かいたって証言で砂爪さんがかぶせてきたのはまあ怪しくはなるのかな、自分が。だけどそれって多分サントさんキルで、あのプテラ高橋さん発見の階段のやつだったら確実に自分無理だと言えるし、受け地のトータスさんがいるって状況なんでフラットに見てほしい。まあ、もう一回言うと、初手キルの時のはしごは2回バラバラになってたよってことだけ言っときます。それ以外は特にもうあの殴り合いなんで。ただ、謎井先生、配線やったと下降りてきてるのは見てますが、それを言ってもまああんま意味ないかなって感じかな。
あと展望デッキで停電直した僕です。最初ロータス集めのロラで勝てるとは思ってますが、うん、素晴らしい。順番間違えて2キル停電直した人は誰？僕です。他は1回目一番最初。一番最初は結構いたよね。プテナツメも貨物でいなかったっけ？一回目。あんまり。あ、一番最初の停電？はい。意味ない気分が始まって。あれだな。あ、今のって何回目の停電なんですか？え、寺蔵さんがキルされる直前の停電じゃなくて？え、直前の停電でしょ？トータスさん言ってんの？え、寺蔵が僕が展望デッキ最終位置って言ってた時です。夏目先生とトータスさんでランして、はい、で、僕ボタンあるんで、僕ボタンあるんで、終わんなかったらプテハシさんが右の、あー違うな、あーまあいいよいいよ、ちょっとどっちからどっちからですか？いいよ、やらんです、それだったら夏目トーダスあれだから、どっちから、神宮寺さんが右手、プテ右く、あ、OK、ランが伝わってない、プテ右くね、一人右で中野アルマ神宮寺さんが左で、あー、いや僕以外にボタンあったっけ？あ、あれじゃない、微妙はない、僕は押しました。プテハシさん右寄ってほしいかも。で残り2人で左。あーよかった。いやあそれ通り、私が言ってる通り、階段は、はしごは2回カコカコカコンってなってるよ。そうですね。いやー、はしご、そうっすね。あれね、あれまさか1人来ると思わんかった。申し訳ない。いやー、こちらこそ、ちょっと、死体消さないとって思って走ったけど、間に合わなかった。